ねえ香織、放課後時間ある？陸上部には戻んないよ。何度も言ってんじゃん。そう言わないで、走らなくてもいいからさ。走らないのに行ってどうすんの。リカは私にタイム測ったり、ドリンク作りだけさせる気？そういうわけじゃ。はあ、もうパスパス。行っても邪魔なだけだって。それに今他にやりたいことあんの。やりたいこと？そうなの？ゲーム。またスマホ？もういいじゃん、私のことなんだから。ほっといてよ。なんだか喧嘩してるみたい。あの二人はいつもあんな感じだよ。リカチンはカオリンに陸上部に戻ってほしいんだね。リカチン？カオリン？吉村リカちゃんと三井カオリちゃん、二人とも同じ中学の陸上部出身なの。ねえ、カオリは私よりも早いのにどうして辞めちゃったの？早いって言ってもたかが知れてるじゃん。頑張ったってインターハイに出られるとも思えないし、私の中で陸上は終わってんの。でもインターハイが結果だけが全てじゃないでしょ。みんなでバトンをつないでいく感動とか、そういうのだって。それはリカ、それはそうかもだけど。あ、ほら、ミキ先輩もきっと会いたがってるよ。それは会いたいでしょ、ミキ先輩。まあ私たちが陸上を始めたきっかけだもんね。最近また100メートルの記録を更新したんだよ。だからよかったら香織も応援に。ごめん、やっぱパス。え、先輩が頑張ってるならそれでいいよ。また何かあったら話聞かせてよね。じゃあね。香織、ちょっと。二人とも先輩に憧れて陸上を始めたんだ。私も、ひなちゃん、リカチンが気になるの？元気ないみたいだから。香織ちゃんのこと考えてるのかな。どうなんだろう。でもすごく深刻そう。気になるなら話しかけてみたら？うん。吉村さん。え、白井さん。そうなんだ。じゃあ私も理科でいいよ。そう、わかった。理科、何？その、どうしたのかなって。元気ないみたいだったから。理科、誰にも言わないって約束してくれる？もちろん。絶対秘密だからね。実は陸上部の部室で隠しカメラ？それって盗撮だよね。まだ犯人は捕まってなくてすごく不安で、それに事件のせいでみんな練習に身が入らないの。そうなんだ。盗撮か。よし、ひなちゃん、ゆずたちで犯人を捕まえようよ。え？だって放っておけないでしょ。助けてくれるの？そうだよ、ライムたちに任せて。みんなありがとう。それじゃあリカ、その時の詳しい状況。もちろん。カメラが見つかったのは昨日の放課後なんだけど、うまくいけばフラグメントを手に入れられるかも。どういうこと？盗撮をするような人がまともな精神状況だとは思えない。それにされた方だって相当ショック。
そういった感情が強く揺れ動くときは暴走する人が現れやすいの。え？じゃあ犯人探しを引き受けたのって。それはもちろんリカチンのことが心配だったからだよ。あくまで目的はリカチンを助けることで、ついでにフラグメントも手に入ればって話。利用するみたいでちょっと罪悪感もあるんだけど。ユズは気にしすぎ。お互い得するなら何も悪いことはないでしょ。ユズがよく言ってるウィンウィンってやつだよ。そうなのかな。ウィンウィンって。だけど犯人を探すって言っても、もう少し手がかりが欲しいね。そうだね。こういう生徒の噂を知ってそうなのは。あ、その件ならもう犯人捕まったよ。え、嘘。マジもマジ、大マジだって。犯人は2年の長戸美希って先輩、陸上部員で次期部長だって言われてた人だよ。同じ陸上部の人だったんだ。人間裏では何を考えてるか。努力家でインターハイも夢じゃないって言われてたのに、なんでだろうね。そうなんだ。今回は外れみたいだね。誰も暴走しなかったみたいだし。もうライムは犯人は無事に捕まったんだからいいじゃん。別にフラグメントが手に入らないなら。でもこれ記事にもしにくいんだよね。ああいう下世話な感じの煽りって考えるの好きじゃないし。あれ、どうしたの白井ちゃん。ううん、なんでもない。なんだろう、何か引っかかるような。とにかくリカチンに報告に行こうよ。そうだね。あ、いた。リカと三井さん。なんだか様子がおかしいね。嘘、ミキ先輩が犯人なわけない。私だってまだ信じられないって。二人とも犯人のこと。もうそれにしてもどうしてあんなに怒ってるんだろう。あ、会いたいでしょ、ミキ先輩。まあ私たちが陸上を始めたきっかけだもんね。最近また100メートルの記録を更新したんだよ。アコから聞いた犯人の名前、リカたちの憧れの先輩だった。ひなちゃん？っていうかこんな時までゲームしないでよ。香りは悲しくないの？香り！悲しい日記。先輩のことすげえ尊敬してたし、目標にもしてた。それが裏切られたっていうか、話聞いた時マジ。だったらなんだっての。だからってどうもできないでしょ。そんな風に怒鳴ったらどうにかなるわけ。先輩が犯人だったって事実がなくなるわけじゃないじゃん。それはひなちゃん。喧嘩を止めないとだよね。二人とも落ち着いて。誰？ひなこちゃん。先輩のことショックなのはわかる。でもだからって二人が喧嘩するのは何が違うっていうのさ。あんたは関係ないんだから放っておいてくれない？そうだよひなこちゃん。悪いけどこれは私たちの問題なの。え？ミキ先輩に憧れて陸上部に入って、暴走が。本当許せない。こっちも？まさか二人同時だなんて。まずいね、
これは順番に入るしかない。それしかなさそうね。でも顧問はみんなで共有している。同じ感情が暴走しているのなら。わかった、行こう。二人とも絶対に助けてみせる。今回は悲しみのゾーンみたいだね。ここまで伝わってくる。胸が張り裂けそうなくらい。早く見つけないと。行こう、ひなちゃん。うん、フラグメントがいくつもある。それに、ま、多分盗撮されてショックだった。他の陸上部員たちのだと思う。それに魔物が引き寄せられてるんだね。まず魔物を倒してみんなを助けないと。わかった、本気だよ。負けない。これで決める。ひなちゃん、今のうちに固定化して。これ全部？ううん、さすがに面識がない人のフラグメントの固定化は難しいと思う。その人がどんな人かわからないと。どうしてそんな感情を持ったのか。だから今回はリカちゃんとカオリちゃんのものを探してほしいの。でも一体どれが。ひなちゃん？多分このフラグメントだと思う。なんとなくだけど。どうして、どうしてミキ先輩はあんなこと。私たち、なんで。先輩は私たちの目標だったのに。二人にとって先輩は陸上を始めたきっかけなんだよね。私もまだうまく踊れなかった頃。でも先輩たちの人となりを知っていくと、バレエは上手いのにひどい人だなって思った。勝手に期待して、勝手に幻を作り上げて。でもやっぱり悲しいよね。だ、大丈夫？うん、なんか気持ちがわーってなっちゃって。頭の中がごちゃごちゃっていうか。この指輪をつけてみて。何それ、パワーストーンかなんか。気休めでもいいじゃん。ありがとう。まあいいけどさ、ひなこでいいかな。さっきは八つ当たりしちゃったね。え？あ、うん。私のことも香りでいいよ。あんま堅苦しいのは苦手だしさ。あ、うん。うん。それよりさ、あんたたちのこと巻き込んじゃって、勝手に私らが憧れてさ、勝手に幻滅したってだけの話なんだよね。別に先輩だってそう思われたかったわけじゃないだろうし。先輩も本当は結果なんて求めてなくて、それがいつの間にか純粋に楽しめなくなったりして。うん、そうだね。ま、結果のない頑張りなんて私には理解できないけど。香り、その陸上をもう一回頑張って、インターハイとか目指したりはしない。また一緒にバトンをつなぐこと。それはもうやらないって何度も言ったじゃん。でもやっぱり私は。ごめん、フラグメントを手に入れても。それじゃ私もう行くわ。リコ大
丈夫だよ。先輩も陸上も私たちをつなぐものはなくなっちゃったけど、それでも私たち友達だから、いつかバトンを受け取ってくれる日が来るかもって。そうに決まってる。そっか。ひなこ、そろそろ、どうしたの？マオから伝言。今日の放課後、何人か代表者を集めて分割、そろそろ決めないと本当に間に合わなくなりそうだから。そうだよね。決まらないわね。全員が参加できて、火やお金の管理もいらないもの。あと、私たちの強みを活かせるものがいいわよね。ステージでマッスルミュージアムとか？それはちょっと。ステージ
ねえ、演劇なんてどうかしら。演劇か、いいんじゃない、役割分担もしやすいし。賛成。なら賛成多数ってことで。え、じゃあ次は何の演目にするかを決めましょう。シンデレラなんてどう？さすがに子供向けすぎない？そうかな。でもみんなが知ってる題材っていうのはいいんじゃない。じゃあタイガやろうよ、タイガ。もっとロマンスっぽいのがいいな。けど他にみんなが共通して知ってそうな演目ってあるか？しかもそこそこ大人っぽいものね。人魚姫なんてどう？童話か。子供向けなのはシンデレラと同じだけど。どんな内容だっけ？ある日、人魚姫が人間の王子を救い出すんだけど、人魚姫は王子様に会いに行くために、だけど王子様は姫が命の恩人とは気づかず別の人と結婚してしまい。ざっくりまとめると。へえ、悲劇か。でもいいんじゃない、元は童話なんだし。その話って。けどなんか人魚姫は王子に憧れていたんじゃなくて。それなら主役はひなこちゃんがいいんじゃないかな。え、私？いいんじゃないか、白井が実行委員なわけだし。でも私主役なんて。大丈夫だって、ひなこちゃん舞台映えすると思うし。決まり決まり。まあみんながそう言うなら。じゃあ一度脚本を持ってきて読み。はぁ、やっと本格的に動けそうね。まずは脚本の方向性を考えましょう。あこちゃんたちにもお願いしようよ。確か放送部って自分たちでラジオドラマとか朗読劇の脚本を書いてたよね。そういえば最近もコンクールで賞を取ってた気がするし、力になってくれそうじゃない？じゃあ呼んでくる。そうね、お願い。任せといて。それじゃあ先に今いるメンバーで決められるところを決めておきましょうか。私は遠慮する。え、この後少し用があるのでね。演目の方針が決まったのなら。ではごきげんよう。今の子、佐伯ゆりちゃんだよ。知ってるの？有名人だからね。中間試験は全教科満点で、もち IQ300 の天才って話だよね。さ、 300？ そんな数字ありえるの？さあ、実際にそう言われてるってことはあり。疲れた。なんとか脚本の方向性が決まってよかった。脚本ができた後のスケジュールは真央が組んでくれるみたいだし。あれ、あの、ん？君はさっきの白井ひな子だよ。佐伯ゆりだ。脚本ができたらみんなで読み合わせすることになったんだ。どうって？参加できそう？いや、無理だな。でもたまにはああいうイベントに参加するのもいいんじゃない？なぜ？なぜって、この間の盗難事件のせいで少しでもみんなが仲良くなれたらいいなっていうか。悪いが興味ないな。さっきも言った通り、私にはやるべきことがあるんだ。あ、変わった子。はあ、
今日はユズもライムもいつの間にかいなくなってたな。それにあの事件にまだ続きがあるって、それにすごく変な子だったけど、やらなきゃいけないことってなんだろう。あああ明日ユズとライムと話してみよう。気になって早く投稿しすぎちゃった。さすがにまだ二人は来てない。あれ、扉が開いてる。まだ部活の朝練にも早いけど誰もいない。あ、誰もいなかったから。最近リフレクターとしての活動にも慣れてきたし。やっぱりまだ無理だね。でもフラグメントを集めればちゃんと踊れるようになるんだよね。うん。ユズ、どうしたの？ひなちゃん、もう普通に運動はできるんだよね。だって今のままじゃ踊れないし。でもさっきだって結構綺麗に踊れてたよ。こんなの全然世界じゃ通用しないよ。そういえばライムは？ライムはずっとフラグメントを探してるよ。そっか、私ライムって少し怖いかも。ひなちゃん、あのね、ライムも、ううん、だから、その私のことを、ねえ、ずっと聞きたかったんだけど、あなたたちはな、何？コモンにリープしようとしてる。誰の？わかんない。ここはひなちゃん、ユズ、ライム。ライム、何が起きてるの？わかんない、急に指輪が光って。私たちと同じか。ここって他のゾーンからも見えてた場所だよね。うん、ここはコモンの中心だよ。そしてあれがコモン。もしかすると、ここが。ひなちゃん、ひとまずあたりの魔物をやっつけちゃおう。わかった。とりあえずもう魔物はいないみたいだけど。うっ、戻ってきた。何だったんだろう。あ、もう授業が始まっちゃうよ。うん。ひなちゃん、もちろんよ。ひなちゃん、
急いで迎え撃とう。うん、ライム。お待たせ。大丈夫。よし、行くよ。うん、二人とも行くよ。序盤シューティング、エーテルをチャージしましょう。一気にいく。エーテルチャージしよう。行くわよ。よし。えい。ここは硬いわね。この力で。
れで頑張れるかしら。私に任せて。まだまだこれからよ。行くわよ。あたいに任せな。はあ。中盤戦だね。これならどうだ。めんどいけど。よし。えい。しぶといな。さあ来い。
カバー。このくらいなら余裕ね。この力で。私も手伝うわ。それファイトファイト、いっちゃえ。エーテルに気をつけて。Yeah.
丈夫？よし！お願い！これならどう？私も手伝うわ。それ、頑張れ、頑張れ、いっちゃえ！中瀬田さん。このままじゃ。いや、君たちか。